名田史上最高そして東大史上最高の天才と今呼ばれているんですが大阪ご出身で灘中灘高で東大の理算に入学しまして東京大学医学部をご卒業されて2016年に東京大学大学院医学系研究科物理学専攻教授そしてですね2020年に分子細胞生物学専攻の教授となります。 さらにですねこれ名田中名田高時代のエピソードもちょっとすごいんでこれご紹介させていただきます、えー、これ中一の時に、えー、IQ テスト162これ中二で、えー、東大の、えー、模試の、えー、数学成績優秀者に名をつながるね中三で理三の模試で A 判定高三の時にですね東大模試で全科目1位を達成されたと全科目1位 <laughs> <laughs> いいですね羨ましいです 羨ましいです、うん、私も天才って言これ灘高から東大に進学して本来この好きだった物理あの高校時代物理部だったと思うんですけれどもこれ生命科学の道を選んだというのはこれどういう理由があったのかというところからまずお伺いしたいなと思うんですけれども今となってはなかなか想像しにくい部分もあるかもしれないんですけどちょうどあの私が高校生だった、まあ、1980年代の後半ぐらいっていうのは。うん ちょうど物理の世界ではそれまで謎とされてきた大きな問題の多くが解決できる範囲では解決されて一方でそのまだ解けてない問題は難しすぎてちょっと当分解けないだろうと物理は終わったとかいうのがかなりそのセンセーショナルにその科学ジャーナリズムなんかの世界で言われていたんですね。当時はまだあの 内部だったので素直に物理終わったのかと <laughs> <laughs> でじゃあ,あの今謎は何かっていうとちょうど逆に1980年代っていうのはこれからはワイオの時代だというので生命科学があの華やかに発展していた時代で,でちょうどその頃にそに生命科学の研究とその物理の生物物理という研究分野が存在するということを知ってじゃあそれをやろうと。 い、うん、いうふうに思い立ったというのがきっから、ねねはい、堀江さん岡田先生より年が下だと思うんですけどこの時のなんか時代の雰囲気とかってなか物理が終わったかどうか分かんないですけど <laughs>、はい、まあバイオテクノロジーの時代みたいなのは、うん、あのにはなってましたよね。うん、なんか生命工学系の 学部が例えば東大とか新設されたりととか、うん、僕のちょっと上ぐらいいかからじゃないですか、ね、そうですねでまあ、まさにその生物物理みたいな、うん、その細胞の中の例えばミトコンドリアの中でどういうふうにして、うん、そのエネルギーを作り出してるのかみたいなところとかって僕はだから高校生の頃はそこまで今もうそ超最先端の研究みたいな感じで、うん、あだったんですよ。うん それがだからそうですね。僕が大学に入ったぐらいからまだ載ってなかったですね。高校の教科書にはうん、うん、そういう、ね、そのどういうふうにしてエネルギー作ってんのかみたいなうん、うん、一応こんな感じうん、うん、みたいな感じにはなってたんですけど、うんうん、じゃあ実際にどのようなことが起こってんのかっていうことまではうん、うん、あまりまだ教えられてない時代ですよね。うん、確かに、もう私の時代だと生物基礎みたいなやつで ATP とかですよね。 ATP とかなんだけどじゃあそこまでは教わってるんだけれどもれそ,うそうそうそうどのようにしてそのエネルギーの勾配を作り出してイオンチャンネルとか、うん、まあ結局なんか位置エネルギーのこう差によってそのエネルギーを作り出してるみたいな話とかは、うん、まあ多分実はだから高校の理科の教科書の中で物理とか科学とかは。 あの40年前の教科書書もそんんななに変わってていいですよ、うん、書いてある別に例えばニュートンの運動方程式が40年前違ったとかそんなことはないので、はい、でも生物の教科書っていうのはもう40年前のと今のとはガラッと中身が違っていて、はい、今の生物学の教科書っていうのはもうまさにその80年代以降の分子細胞生物学といわれる分野の研究が発展したものを踏まえたすごいこう現代的なものに変わってるんです。僕もだから12 3年ぐらい前になんかアメリカの,その教養学部で、はい あの教えられるその生物学の,あのテキストがあるんですけどそれなんかブルーバックスかなんかから出てて大学生物学の教科書っていうのが出てるんですけどそれで学び直しましまたもんね書いてあること全然違うからものすごい研究発展したんですよねそこから30年でそれまで分かってなかったことがたくさん分かってきた。それでもまだまだだ全然 ものすごい複雑だってことが分かったっていう多くの謎があるというかこれからまだまだいろいろ解明することもある生命科学の世界なんですが、えー、今回はですねタンパク質と生命の謎を解けと題しまして見えないものを見ることで究極の謎を追求する岡田さんの、えー、頭脳に迫ってまいりたいと思います岡田さんの研究にも関わるものなんですけれども SNS 上で可愛いと言って話題になってたり今、まあ、ちょっとミーム化して もう世界中で見られてたりするんですけれども、はい、これ歩いてるんですか記名心がウォークしてるっていうふうにあの我々も呼んでるので <laughs>、えー、まあ文字通り歩いていてるんですね、はいうんえー、これモータータンパク質と呼ばれるものなんですけどこれ一体我々の社会ではあのトラックがいろんなところに物を運んで,でそれによって物流が成立しているというのと同じように細胞の中でも必要なものを必要な場所に送り届けると。 そういう意味での物流っていうのは非常に重要で,でそれを担っているのがあのこのキネシンンと言われるモータータタパクなんですね一番これが発達しているシステムは神経細胞なんですけどの神経細胞の中でこのキネシンというモータータンパクスが例えば渋滞したりとかあるいはその遺伝性の疾患でそのキネシンに変異が入ったりということが起こるとさまざまな病気が起こるということが知られていて。アルツハイマー病であありますけどあれの クリアな原因は分かってないですけれどもリスクファクターの一つとして例えばこのキネシンの遺伝的な変異というのが同定されていたりホーキング博士がなっていた病気で ALS という病気がありますけど、はい、ALS との関係というのが知られていたりというようにさまざまなあの神経のいわゆる難病の原因とも関係があるというふうに言われているものです。まあ、平たくく言ううううととととトラックがが止まっっちゃうとコンビニにに物が来なくななてみんな困るというのと同じように の細胞の中で物を送り届けているそういうタンパク質ですね。これ実際はどうやって見えるんですか？顕微鏡からですか？いや、少し前にノーベル賞を取ったクライオ電子顕微鏡なんかの方法を使うと、あのこのぐらいの分解能で見ることはできるんですけれども、うん、でもクライオ電子顕微鏡って名前の通り凍っているので動かないんですね。うんうん、確かになんかこういうふうに尻尾が生えてて、うん、で足が二つあってっていうような絵は撮れるんですけど。うんうん こうやって直接歩いている様子というのを見ることはできなくて、うん、<で>これ届けてるこのでっかい球状のものは何なんですか？はい、えっ、ー、とこれはあのまあ小包って言ってるんですけれども、あの油の膜でできた袋のようなもので<ー>ここの表面とか中に荷物のタンパク質が詰まっている。そのタンパク質が栄養になってそれを他の細胞に届けるということなんですか？栄養じゃなくて機能するものですね。機能するもの。うん だから例えばあのシナプスで情報伝達を担っているタンパク質とかあるいは逆にそのシナプスから隣の細胞から受け取ったあの正しくターゲットに接続できてるよという情報になってる分子とかそういうのを運んでるこれめっちゃゆっくりいってますけど実際は速いんですか実際のスピードは大体1秒間に1マイクロメートルぐらいなんですけど<ー>でも分子自体の大きさはあの数十ナノメートルとかそういう世界なんで、うん、もしこの。 キネシンが人がこうやって荷物を運んでるというスケーニングするとこの運んでるスピードって新幹線ぐらいになるんですねい。でそう考えると早いような気もしますよねで実際例えば我々の神経細胞の中で一番長い神経細胞って長さ1メートルぐらいあるんですよ頭から腰に行って腰から足に行くってで1メートル先まで物を運ぶんだからまあそれなりに速くないとダメですよ なんでそんな長くなってるんですか？心霊作用体の大きさ、それだけ大きいからです。そうなんですか。あの神経細胞は体の中で一番早く信号を伝えることができる細胞なんですね。で、そうすると足を速く動かそうと思うと、脳の指令を足の先に早く伝えようとすると、小刻みに中継すると中継するたびに遅くなりますから。中継しないでダイレクトに繋いだ方が早いと。 でで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 も実際キネシンがこここかからここに運運運んんんんんんるるるわけではないすすすじまあ,あの人間で運んでるところを見たわけではないですけど、うん、例えば同じ神経をマウスで実際に、うん、マウスの腰から足にいってる神経の途中を、はい、わ,わざとあの手術して縛ってあげると、うん、そこから先に行けなくなって大渋滞してでその大渋滞するところにちゃんとキネシンがたまってくるというのが見えるので、うん、確かに運んでるんですね。